How's it going, dudes? And welcome back to Tales of Crestoria. And I am really liking this music. Very jazzy. But anyways, let's continue on with chapter 1. Okay, so as far as the dialogue goes, I'm just gonna let the voices do the voice acting. I'll still react to it, I just don't feel like reading it out. So, here we go. Chapter 151, blah blah blah. いい人だといいな。いや、するわい。明日から、もうミゼラはいないんだ。こうやって一緒に歩くことももう。I wouldn't say never. どうかしたの、カナタ。なんでもない、なんでもないよ。そう。いつの間にか、修道院の中でミゼラが一番お姉さんになってたんだね。うん。うん。どんどんみんないなくなってしまったから。みんなが恵まれた家に引き取ってもらえるのは嬉しいことだけど、やっぱりちょっと寂しいよね。Yeah, that's what happens. I suppose. あ、でももちろんミゼラのことは俺は喜んでるからね。よかったって思ってるから。I don't think she's that happy. うん。ありがとう、カナタ。この辺りも魔物がいるし、気をつけていこうね。Mm-hmm. Definitely great. ミゼラも少し不安だったりするの？どうかな？きっと大丈夫だよ。Sure? あの父さんが選んでくれた人だもの。ミゼラは知ってる？父さんがあんなに村の人から尊敬されてる理由。No, please explain. 農業や漁なんかやっても安定した生活なんてできないでしょ？だから村には貧しい人もいっぱいいる。そういうかわいそうな人たちに、父さんはお金や食べ物を分けてあげてるんだよ。Mm-hmm. すごいよね。Basically, he's a saint. だから、そんな父さんが選んだ人なら、きっと大丈夫。うんうん、絶対大丈夫だからさ。I don't even know what that means. そうだね。大丈夫だね。Pretty. いい香り。I bet it does smell nice. 着いたよ、ミゼラ。君の大好きな白縫いの花の丘だ。連れてきてくれてありがとう、カナタ。本当は大人がいないときは入っちゃいけない場所なんだけど。Not really sure we consider you a grown-up either. But yeah, I understand what you're talking about. でも、ミゼラは本当にここが大好きなんだね。うん。白縫いの花は、とても綺麗で強いから。うん、ふん。強い？白縫いの花の茎は、太くて丈夫だから。踏まれても簡単にはダメになったりしない。I don't know. それとね、この花にはもう一つ特性があるの。もしかして発火性のこと？確か白縫いの花は火をつけるとすごい勢いで燃えるんだよね。Really? それが危ないからここは子供だけで来ちゃいけないって言われてるし。うん。うん。でもそれだけじゃない。白縫いの花は自分から火を生み出すこともできると言われてるの。Oh? 自分から火を？花が咲いている場所に悪意ある何かが迫った時、一番先頭の花が危険を察知して発火性花粉を撒き散らす。うん。そうして撒き散らした花粉が花びらに引火して火花になり、その火花が襲いかかる。That is interesting.
守るための炎となって。仲間を守る炎。Kind of like she does. 私は知らぬいの花みたいになりたい。どういう意味？ああ、そうだ。ちょっと待っててね、ミゼラ。ん？ほら、髪飾り。知らぬいの花で作ったんだ。お？素敵。つけてあげるよ。おう、that explains the flower in her hair. どうかな？綺麗だ。知らぬいの花はとても綺麗だよね。いや、そうじゃなくて。いやいや、そうなんだけど。His... Yeah, he's attempt at flirting. あのさ、ミゼラ。俺、今まですごく楽しかったよ。ミゼ、遠くに行っちゃうけど、またきっと会えるよね。てか、会いに行くから、絶対。He probably will. 楽しみにしてる。あのね、カナタ。一つだけお願いがあるの。今まで私をずっと守ってくれたように、修道院の子たちをこれからも守ってあげてね。Not sure he's gonna be able to do that. そんなの当たり前じゃないか。俺はそのために剣も習って強くなったんだ。みんなの笑顔は俺がちゃんと守ってあげるよ。Yeah. ありがとう、カナタ。ミゼラ、俺にはね、大きな夢があるんだ。And what might that dream be? 俺はいつか世界中の人を幸せにしてあげたい。The way Tales games go, that might happen. トガ人を消して正しい世の中を守るビジョンオーブみたいに、俺もこの世界のみんなのために何かしてあげたい。みんなが幸せになれれば俺も幸せだから。Alright. だからさ、ミゼラ。ミゼラも幸せになってね。ありがとう。He just wants to make people happy. 絶対に幸せになるね。Oh. And I think it's here he just realized how he felt about her. どうしたの？ミゼラのそんな顔。初めて見た。そう。You're awake and just... Nope. I just want a screenshot of this. そっか。じゃあ、カナタ。今日の私の姿を、どうかずっと覚えていて。I'm sure you will never forget.Like I said. So I'm gonna say something? Do I have to tap? Okay, there we go. なんでもないよ。そろそろ日が暮れるし、修道院に戻ろうか。It's not even showing his character model. そうだね。カナタ、今日は本当にありがとう。You're welcome. 6-1 Sleepless night. He misses her already. どうしよう。眠れない。明日の朝、ミゼラはここからいなくなる。それを思うと。He's gonna be heartbroken. カナタ、起きてるか？ね？ナッシュ、どうしたんだよこんな時間に。 That is a very good question. 俺は
俺はやっぱりこんなの嫌だ。ん？何を言っているんだ？お前は知るべきだ、本当のことを。だからついてこい、修道院。わかった。ただし、夜の道は魔物もいる。ナッシュは俺の後ろを歩くんだ。守ってあげるから。またそれかよ。うん、何も知らないくせに。Yeah, what's going on? 修道院に明かりが。こんな時間なのに誰かいるの？I have a feeling we're about to find out. そこにいるのは誰だ？しまった！見張りに見つかった！見張り？君はカナタ君。どうしてここに？ん？どうしてって、それは俺のセリフですよ。こんなところで何をしてるんですか？それは、中には誰も近づけるなと言われている。息子とて例外ではない。追い払うぞ。Bossman's? What's going on here? 聞いた通りだ。怪我をしたくなければ立ち去れ。襲ってくるぞ。武器を構えろ、カナタ。 We have no choice, do we? どうしてこんな。俺がみんなを守ってあげる。 Wait, does Chris know about this? I'm sure Chris would not be... 何をしてるんですか。話してる場合じゃないだろう。やるしかないのか。 Yes, we do. Yeah, I'm pretty sure Chris would not be okay with any of this. What? There goes that guy.Okay, he took care of one by himself. Boop. And boom. There goes two. Chris is very close. Everyone just attack.Now I'll save it for the next one. And there you go. This should finish it off. Like I said. Fight after that, you don't have to clean up the weapons. There are too many.More. We just have to keep fighting through, don't we? Nash, 怪我をしたのか? And still more concerned about Nash. このくらい大したことない。それよりお前は早く中に行け。そこにミゼラがいるはずだから。ミゼラが? What's going on? 入り口の方には来れたけど、ドアには鍵がかかってるみたいだ。でもあの窓、Throw the window then. 中が見えるかも。ミゼラ、それに、もう一度言ってみなさい。約束してください。こんなこと。私で最後にするって。Probably not gonna happen. 約束してくれないのなら、私は行きません。お前にそんなことを決める権利があると思うのか？それなら。ナイフなどを隠し持っていたとはな。で、そんなもの自分に向けて何のつもりだ？ He probably will.商品に死なれたら、あなたは困るはず。お願いします。約束してください。私で最後にするって。I don't know what this is about.
But the mother, it does not sound like she's going to a new family. ここにいる他の子供たちはちゃんと人間らしく扱ってください。何か勘違いしているようだな。動くな。しっかり押さえつけておけ。まったく、危険なおもちゃは没収だな。人間らしく、何を言っているのだか。I have no regrets of what's about to come. 物を物として扱って何が悪い？せっかく相手好みの綺麗な服を着せてあげたんだ。暴れて台無しにはしてくれるなよ。ん？よく見れば、ずいぶん安っちい髪飾りをつけているな。触らないで。外せ。お前の値打ちが下がる。いや、絶対に外さない。うん。口答え、するな。Yeah, Kanata's gonna be mad. Mizura! Naruto, did he just charge through the door or the window? Something like a door. Yeah, he broke down the door. Mizura, get away from me! Go! Follow me! I like the battle music. Can I do something? Thank you. Why didn't that...I'm pretty sure I hit the right spot. And down he goes. And down he goes. Divine Wolf. Is it laggy or is it just me? Was that laggy or was it just me?Wait, is that Shining Fang? Oh, Shining Fang drop. Okay. And just attack. That's all I can do.Ooh, that went up a lot. This guy's dead. I mean, he wasn't gonna survive. I don't know why I hit it. Shelter Truth, he's about to learn what's going on. Osa, what is this? What are you doing? So, I've seen it. It's good for you, maybe. For the best? What is this? Listen to me, Kanata. It's about the people who are in the Kojita. I haven't talked to you before, but...ここの子供商品なんだ。And he says that with a smile. 子供は高く値がつくんだ。男なら労働力として、女なら俗物の慰み物としてね。Definitely gonna enjoy cracking him down. どちらにも使えない欠陥品なら、バラして内臓でも売りさばけばいい。Oh, my. とても有用なんだよ、子供というのは。わざわざ拾い集めて育てるだけの価値がある。Okay, someone just shut him up. 何を言ってるの？今までここにいた子たちを何人も売りさばいてきた。
しかし私もいかんせん相手を探すための長旅も体に応えるようになってきた。だからカナタ、そろそろお前に継がせてあげよう、この商売を。 And Kanata's gonna say no. まあ初めは不安だろうが大丈夫だ、私もまだ手伝いくらいはしてやれるし。ん？どうした？ふざけないでよ、何わけわかんないこと言ってるんだよ父さん。 Yeah, definitely been spending far too much time with Chris, but that is a good thing. どうしたかなた、何を怒っているんだ？ Of course he's upset. 何言っておかしいでしょ、父さんの言ってること。子供だ、どこに問題がある？ここにいる子供たちは私が拾ってきた。放っておけばのたれ死んでいた命だ。それを拾って育てて、あげるんだ。商品として扱ってあげることがあの子たちの幸せに決まってるじゃないか。And he's still trying to justify it. Someone please strike him down. 違う。全然わからないよ。本気だとしたら父さんは人間じゃない。 Agreed。 何をそんなに動揺しているのか。ああ、そうかそうか、お前は不安なんだな。偉大な父と同じことができるのか。 Wow, just how blind is this guy? 大丈夫だカナタ、だってお前はよく言っているじゃないか、孤児たちを守ってあげる、助けてあげると。違う。よかったな、お前は同じ血の流れる私の息子だよ。 I don't think he wants that anymore. 違う。そうだ、ちょうどいい。これをお前の初仕事にしよう。ミゼラは美しく育ってくれたからね、とても高く値がついた。拾った甲斐があるというもの、最高の恩返しだ。カナタ、これを明日お前が買い手に渡しなさい。Man, Kanata looks horrified. ああ、そう。I'm horrified. お前もミゼラを気に入っていたな。もちろん知ってるよ、父親だからな。じゃあこういうのはどうだ、買い手と交渉して少し分けてもらうというのは。 That is gross. うまくやれば腕の一本くらい置いていってくれるかもしれないぞ。いや、足の方がいいかな。顔と体さえあれば要はこと足りるだろうし。あれ、There you go. ん？黙れ黙れ、もう聞きたくない。 Now he's mad. いやだ、もうたくさんだ。俺はミゼラは誰にも渡さない。私に逆らうのか、どうしてしまったというのだカナタ。うるさい、俺は戦うしかない。 Oh, and it just goes right into a fight.素直になりなさい、お前は私の子供なんだ。 I don't think he cares. 俺は、oh, come on. Yeah, it is lagging a bit. And that one's gone.What's this? Oh, Raging Beast. Cool. Yep, just doing this. What is that?
What section skill does Lloyd have? Oh, Tiger Rage. Move the final. Now let's get some random guys. All I could do is attack. And I get, oh, I can use Lloyd's, right? Oh. Oh, Lloyd killed him. Darn it. How did you go so wrong? どうしてわからない。私は子供たちのためを思ってやっているのに。 No, no, you're not. 違うよ、そんなの間違ってるんだよ。ずっとずっと尊敬してたのに。 He is not a man to respect. 父さんみたいになりたいって思ってたのに。 No, he is not.I thought, honestly, I thought his father was going to say that to Kanto, but no. And I agree. Mizera no knife など拾ってどうするつもりだ。脅しなら無駄だ。お前には何もできはしない。もっと人を兵を呼んで捕らえさせて。させない！Oh, he dares. Well, I'm gonna leave it here. Sorry to leave it on a cliffhanger. But, yeah, if you guys enjoyed, hit that like button. And if you're new, subscribe. Don't forget that bell. And thank you all for watching. Have a wonderful day. And I'll see you in the next video.